はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。ロバート・ボイルアフタートークということでですね、こちらは本編ロバート科学者シリーズのロバート・ボイル編の編集後のダラダラトークになります。よろしければ本編の方を先に、見ていただけると分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。こちらはですね、ただ単に私が思ったことをダラダラ話すような編集しててのこととか、ちょっとその科学者についての補足みたいなのをやって、でついでに科学者の相関図も作っていこうという目的がありますということでですね、今回はロバート・ボイル編ということで、まあ先にロバート・ボイル書いちゃいますか。ボイルなんですけど、ボイルはですね、今出ている人たちの中でつながりといえばないですないですな。ボイルはガリレオからちょっとかぶる時期があるんで、それでガリレオが亡くなった時にイタリアにいたんで影響を受けているんですけど、交流っていうのは特になかったんで、こんな感じかな。そうですね、この中ではいないんで、ただボイルはですね、ここからすごい広がっていきます。広がっていくんで、ここに入らないんじゃないかなどうしよう。ボイルはちょっとですね、今回ロバート・ボイルでもう先に色つけちゃいましょう。違う青じゃないのよ。黒になっちゃった。先にですね、ロバート・ボイルで今回の主要人物はこれはちょっと足りなくなってきな。アイザック・ニュートンと、こんな近くに打っていいのはトバートになってる。ロバート・ボイルと、違うフックですね。ボイル2人になっちゃった。アイザックってきた。アイザック・バローですね。バローと、ジョン・ウィルキンス、ジョン・ウィルキンスはですね、今回ちょっと調べれなくて、いまいちよく分かってないんですよ。年代とかも分かんなかったんですけど、あとジョン・ケリックとジョン・ボリス。ボリス。は天文学者で、クリストファー・レンですね。クリストファー・レンいましたね。あれ、みんなどこ行ったいた。入った人全員消えたかと思った。違うぞ、大丈夫だなっていう感じで、この方々がいらっしゃるのですが、アイザック・ニュートンと移動できるかな。アイザック・ニュートンとアイザック・バローはですね、まだ出てないんですけど、ニュートンとバローはこれは師弟関係です。同じルーカス教授職にあたるんで、アイザック・バローの次がルーカス教授職っていう、教授職がなんだろう、役職みたいなのがあって、バローの下についてたのがニュートンなんで、バローとニュートンは結構密接な関係ですね。で、ロバート・フックとロバート・ボイルはロバートさんですね。どこから、いやー、隙間がどうしようかな。アイザック、あ、これ以上上にいけない。アイザック・ニュートンとバローは結構つながりがあるんで近い方がいいな。で、アイザック・ニュートンと、あれ、違う、ボイルはですね、ここの関係いやー、書きたいのは書けない。こっちよ、こっち。ニュートンと、あ、いや、なんかもっとすっきりさせたいな、このつながり。まずはじめにここの関係性をやってしまおう。ニュートンとバローのつながりは書かないですけど、ボイルとニュートンは文通してましたよと。文通している関係です。レタ友です。レタ友とか今言うのかな。メル友みたいなもんですね。で、あとはですね、バローと、ボイルは隣人です。隣人。で、アイザック・バローとロバート・ボイルはですね、この2人に関しては王立教会絡みですね。この2人は結構近いところにいたと思うんですよ。なんで主要人物だったんですよ。その王立教会の主要人物だったんで、まあ関係性はあるでしょう。関係性はあるでしょう。この2人は隣人で、住んでる場所がめっちゃ近かったっていう感じで、関係性ありで、も結構この関係性が強いのでいけば、ロバート・フックと、ロバート・ボイルですね。これは助手関係です。師弟関係とかではなくて、ボイルは、こうですね。あ、フックとボイルがいて、ここの関係性は、フックはボイルの助手で、ボイルは多分ですね、私もはっきりしたことは言えないんですけど、助手ロバート・ボイルはそんなに手先が器用ではないと思います。貴族のボンボッチャマなんで器用ではないんじゃないかな。なんか手先が器用っていう風に書かれてるの見たことないんですよ。で、ニュートンとフックとこの人たちも全部いっかな。この人たち全部まとめちゃうかな、今日は。フックとアイザック・ニュートンは手先が器用だっていう風に言われることが多いんですけど、ボイルはですね、手先が器用じゃなかったんで、多分フックを助手として雇って、空気ポンプを作成してもらったと思うんですよね、フックに。で、そのフックが作成してくれたおかげでボイルが実験ができるみたいなじゃないかなっていうふうに思います。で、これが科学サークルです。科学哲学サークルかな、科学哲学、あれ哲学科学サークルだっけかな、科学サークル、科学サークル、なんか自分のノートには前向きな科学者のグループに加わるって書いてたんですけど、なんかウィキペディアなんかで科学哲学サークルだったか哲学科学サークルだっていう風に書いてたんで、そっちを採用してそっちの名前を使ったんですよね、今回。ではまあ科学サークルつながりですね、ここら辺は。ってな感じです。ごちゃごちゃしてきたな。ちょっとごちゃごちゃしてますね。まあいっか。今どんな感じになってるんだろう。こんな感じですね。あー、できればちょっとこっちにずらしたかったなー。いや、いいでしょ。ちょっとごちゃごちゃしてきたんで、まあできたらもう少し人増えてからかな。これ11回目なんですけれども、そっか、誰を中心として書くかによって結構違ってくるんだよな。これで、今後いろいろ伸びそうだとしたら、ニュートンとフックは関係性あって、アイザック・ニュートンとバローは関係性ありです。で、ホイヘンスとか、あれホイヘンスはってガッセンディ、なんかガッセンディ他に出てきたような気がするんですよね。まあ、ホイヘンスとかは上の人たちとつながりは出てくるんですけど、この今のところでいくと、まあ、ここら辺とはつながりそうで、ここら辺の関係性は結構で、フックは結構ですね。フックは今後やります、動画にするんですけど、フックとのつながりっていうのも結構出てくるんで、ここからはこの人たちが結構つながりが出てくるんですけれども、まあ今日はここぐらいにしときます。で、これ色分けアフタートークを編集した時に、前々回かな、編集した時にようやくこの色分けの意味分かりました。これ地動説か天動説かっていうので色分けしてたんですよ。でもこの色分けあんまりそんな意味が、なんか科学者増えたら意味をなさないんで、ちょっとこれ色分けせずにいきたいんですけど、この色が何色かが微妙で分かんない。これか。で、今回はですね、ロバート・ボイルは1627年、1627年ですねから1691年、でで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 ここで、結合して、ロバート・ボイル、ロバートロバート・ボイルさんですね。で、あとは今回はアイザック・ニュートン入れるかニュートンはですね、もう今回ネタバレになってしまうんですけど、ネタバレでもこれネタバレそんな楽しみにしてる人あ、次誰来るんだろうとかって楽しみにする人いないと思うんで言っちゃうと、ニュートンはですね、27年に亡くなってるんですけど、ニュートンは100回目にしようと思ってます。もうですね、間は誰やろうかあんま決めてないんですけど、ノートの方でですね、もう動画はまだ作ってないんですけど、以前言ったようにニュートン誰やるかっていうのは大体もう決まっているんですけれども、なのでだいたいその数回後まで、今この動画がボイル編なんで出るときどのくらいいるかな、11回目なんで20回目までとかやってたら嬉しいな20回くらいまで渾身してるかもしれないですけど、その間ってそんな決めてないんですけど今の時点で。でもその最後の3人くらいはもう最後の4人かな、4人くらいは最後の4人はもう決めてるんですよ。で第100回目はもうニュートンにしようと思ってるんでなんで当分、ただニュートンは今後出てくる科学者とつながりが強いんでもう書いておきます。あとはジョン・ウィルキンスに関してはこれはちょっと誕生日が分かりませんでした。あとジョン・ボリス1616年。ボリスは、703年ですね。ああ、703年。ここ。相関図って書くのむずいですよね。なんか相関が、ああ、わお。そう考えると相関図作らなくてこっちとかだけでいいのかなっていう気もするんですけどね。でも相関図あった方が今後便利なんだよな。次回は誰だったかを今思い出そうと思って全然思い出せないんですけど、ジョン・ボリスで科学者サークルみたいなのがあるんですけど、それにもう一人セス・ウォードっていう天文学者も入れようと思ったんですけど、この人ちょっと調べきれなくて、でジョン・ウィルキンスはいるっていうのはちゃんと確かめたんですけど、ウォードがですねちょっと調べきれなくて今回外してしまったんですけど、天文学者のセス・ウォードもいます。でその科学哲学サークルみたいなの時に、そこで私はこれ調べるまで、1632実はフックは王立教会で出会ってるのかなと思ったら、フックもですねこの哲学サークル時代であったみたいなんですよ。23年ですね。でクリストファー・レンですね。クリストファー・レンは結構科学者として名前を聞くんで、そのうちやりたいなーって思ってるんですけど、レンはまだ今の段階ではまだ調べてません。あとですね、ロバート・フック1635。ロバート・フックは今後やります。もうノートの方でも記事を書いてます。1703年。なので、フックさんは結構ね、不遇なんですけれども、不僕はロバート、結構嫌われ者で書かれてますね、本によってただ才能がものすごかったですからね、この生き方は。才能あふれすぎてしまったがゆえの苦労だったんじゃないかなって、まあその話はフックさんの時にしましょうで、アイザック・バローって意外と短いんですよね。バローもそのうちやります。そのうち出てきます。バローに関してはそれほどすごい有名とかではないかもしれないんですけど、アイザック・ニュートンが活躍するっていう、その世に知れ渡ったっていうのにアイザック・バローが結構関わってくるんで、アイザック・バローはそのうち動画を作ります。ということで今回は、ロバート・ボイルについての人生をやっていったわけなんですけれども、関係性ある人たちはこんな感じですね。今回はこれまでにしときましょうこれもそのうちまだまだ作れるかな。あ、ここら辺まだ年代打ってないです。ちょっとこれもそのうちだんだん人が多くなってきて大変なんですけれども、少しボイルの話をして、終わろうと思うんですけど、ボイルはですね、結構そのお金には後半は、ね、恵まれてるわけなんですけど、まあお父ちゃんがお父ちゃんがもう、まあ戦死してはいるんですけれども、まあ、貴族、お金持ちの貴族なんですよね。でそれがゆえに、まあ、動画では話さなかったんですけど、ある時に横領の罪でイギリスに投獄されたりもしてるんですよね。なんでまあで最終的には戦地に行って戦地で戦死してるんですけど、で実はその戦死した時ですね、そのボイルっていうのは、全員で15人子供がいるんですけど、最初の奥さんと2番目の奥さんに多分14人で、2番目の奥さんの14番目なんで末っ子なんですよね、ボイルは。なんで子だくさんなんですよねで子だくさんで、さらにそのあれなんですよ、兄もいたんで、息子としては7番目の息子で、父親と戦地に行った息子もいて、父親とその息子だから、ボイルとしてはお兄ちゃんですねもう亡くなっていたりっていう風に、その戦争で亡くなって、でその後でも父親亡くなった後でも戦争が続いていくんですけど、その戦争には結局勝ったんで、それのなんでしょう、戦利品みたいな、戦利品っていうか、まあ土地とか他にもいろいろもらって、でお金が入るようになって、科学にお金の心配しなくてもいいんで科学に専念するんですよ。でその後にオックスフォードに住んで、でジョン・ウィルキンスとかジョン・ボリスとか書かなかったんですけど、今回載せなかったんですけど、セス・ウォードっていう、まあウィルキンスは数学者、ボリスは幾何学者、まあ数学者のうちの幾何学者、ウォードは天文学者で、クリストファー・レーンは天文学者なんですけど、なんで天文学者とか数学者とかっていう人たちと会って、フックとかも知り合って、でフックの多分そこでフックのすごい器用な指先に惚れ込んで惚れ込んだのか分かんないんですけど、助手として空気ポンプの作成を手伝ってもらって、でボイルの法則っていうのを発見していくわけなんですよ。でその後に1663年に王立教会が発足して、でその王立教会できましたよって言った時の初期メンバーみたいな感じなんで、結構その当時でも権威あるみたいな有名な科学者が集まって作ったっていうのがロンドン王立協会なんで、でその中でも結構上の地位にいたと思うんですけど、1680年に会長に選ばれるんですよ。なれよみたいな感じでなれよじゃないです、なってくれみたいな感じで選ばれるんですけど、プロテスタントのトシタン信念に基づいての就任の誓いっていうのがあって、その内容に自分の信念とちょっと違うなみたいなみたいな感じで会長職は辞退するんですね。で、その動画でも言ったんですけど、業績としてはたくさんの業績を残してるんですよね。で一応全部調べた中では書いたのがね、でも電気の研究とか比重と屈折の研究とか、あと水が凍結する際の膨張力の研究、あれ書いたっけかなんか書いてるのと書いてないのがあって、音の伝播の話はした気がするな。なんか水が凍結する際の膨張力の研究って今も結構続けられてると思うんですけど、この時代からやっていたみたいな感じですね。とかいろいろです。流体生理気学とかなんですよね。なんですごいいろんな研究っていうか、一つの分野とかじゃなくて気体と圧力とかの研究とかだけではなくて、いろんなものを、しかも動画内でも話したんですけど、そのニュートンとボイルはですね、結構ニュートンさん視点から科学書を読むと、ニュートンさんと好意的に文通できる人ってそれほどいなかったんですよね。でニュートンさんある時期にその文通に悩まされるんですけど、だいたい批判されてそれの返事をしてみたいなのが多かったんで、ちょっと後ろ向きな文通が多かったんですけど、ボイルとはその錬金術師としてでニュートンはその最後の錬金術師っていう風に言われたりもしてるんですけど、そんな、ニュートンさんとボイルはその錬金術の研究をしていて、でそれのつながりで話し合うみたいな、なんですごい前向きな文通をしてたっていうのはこの2人なんですけど、あんまりそういう話って私はニュートンさんの上下巻みたいな本を見て知ったんですけど、ボイルのその書かれてる本とかニュートンが書かれているその科学者をまとめた本の中ではあまりそのニュートンさんとボイルさんの関係っていうのが書かれてなかったりするんですけど、実はここの2人はつながりがあったりもしてます。そんな感じですかね。なんでボイルっていう科学者はですね、私の中では結構貴族みたいなこの時期のすごいお金持ちの貴族っていう感じですね。貴族って言えばここのキコブラエさんもザ貴族っていう話を昔したんですけど、やっぱりキコブラエさんの時の貴族とここのボイルさんって年代が違うんで、ちょっと違う風な貴族科学者って言ってもちょっと違う感じではあるんですが、そう考えると今やってるところつながりで科学者こう載せてるんですけど、結構いろんなつながりが出てきたなっていう、ここが熱くなってますね、層としてはここの年代がやっぱ天文学だけ考えるとここら辺が増えてくんですけど、今ちょっといろいろこの年代で、次回はですね、そっか、次回ちょっとずれますね。1607年生まれの人です。1607年だから1600でもまあここら辺ではあるんですけど、ちょっと今までとは少し違った人がここら辺のわちゃわちゃ感の人ではない人が出てくるんですけれども、よろしければそちらの次回も見ていただけるとすごく嬉しいですということで、またダラダラ話してしまったんですけれども、こんな感じで相関図とか、相関図出しますか来週の人ここつながんないなまあそんな感じでこれも少しずつ増えてきたので、今後もやっていければいいかなっていうふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。